西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。リバプールがバルセロナと戦います。親善試合ですから勝敗にこだわる必要はありません。選手たちものびのびとプレーできるんじゃないでしょうか。いい試合を期待しています。ワイナルドゥム、パスを戻します。リバプールがボールを失いました。こちらがリバプールの先発メンバーです。 4-3-3 のフォーメーションです。いわゆるゼロトップに近いようですね。こちらがバルセロナの先発メンバーです。一般的な 3-5-2 を採用しました。中央の守備が厚いシステムですね。メッシに注目しましょう。いい位置です。メッシ、アリソンが防いだもののプレーは続いています。サディオ・マネ、今日の試合実力的にはほぼ互角と見ていいかもしれません。バルセロナにとっては難しい試合になりそうです。モハメド・サラ、強い、体をうまく使います。ボールを取った。リオネル・メッシ、アントワーヌ・グリーズマン、フレンキー・デヨング、ボールを回してチャンスを伺います。サミエル・ユムティティ、スアレス、デヨング、ブスケッツ、ボールはミドルサードか、チャンス来た、バルセロナのゴール。見事なカウンターからゴールが生まれました。積極的な仕掛けが功を奏しましたね。個人の力でゴールへと結びつけました。バルセロナのリードで試合が再開されます。このままバルサ勝利といきますでしょうか。トレント・アレクサンダー・アーノルド、ジョルディ・アルバ、ブスケッツ、バルセロナパスをつなげない。ゴールの予感のある形になってきました。リバプール、ここはよくスペースが見えていました。ロベルト・フィルミーニョ、ファビーニョ、チャンスと思った瞬間のオフサイド、これは惜しい。アントワーヌ・グリーズマン、デヨング、メッシに注目しましょう。アントワーヌ・グリーズマン、ファビーニョのボールロスト、スアレス、このシュートはブロックされました。ショートコーナーを使います。ここから狙うのか、体を当てて取る、奪った。モハメド・サラ、鮮やかなインターセプト、コースを予測していたんでしょうか。バルセロナ前が空いている。デヨング、メッシ、ゴールチャンス、ゴールです、ゴールゴール、完全に試合を支配しています。引き分け以上で優勝です。このまま突き進んでほしいですね。あそこで打たれたらキーパーはなすすべがありませんね。ジョーダン・ヘンダーソン、ワイナルドゥム、サディオ・マネ、ロベルト・フィルミーニョ、ボールをダッシュ、
寄せが早い。ここはカウンターのチャンス。カウンターは阻止されました。相手にボールが渡ります。ワイナルドゥム、ファビーニョだ。ロベルト・フィルミーノ、トレント・アレクサンダー・アーノルド、ヘンダーソン。ここはパスミスになりました。ボールを失います。カウンターのチャンス。ここは決めたい。グリーズマンがスルーパスを出しました。ウスマン・デンベレ、カットされます。ディフェンダーが読んでいました。スアレス、スアレス入った。バルセロナ